谷文長、近世名家肖像より、村田春海文化8年2月13日は、江戸時代中期から後期にかけての国学者、歌人。本世は兵士、通称は兵士郎。字は、主官。後八式近歳、こと後と沖な。鴨の間淵門下で、謙虚学派四天皇の一人。江戸の星家問屋に生まれ、幕府連合市の坂正衆の養子となった。 後本家の星家ん屋を相続したが、その生活は、豪奢なもので十八代通の一人にも挙げられた。その結果、加算を傾け陰境後は、風雅を共にした。関石を服部次郎ジに、国典を鴨のノ淵に学び、国学者で歌人の加藤千景と共に江戸墓人の、総壁を成し、道の区国白川藩主で、幕府老中も務めた、松平定信の寵愛を受けた。 春海は、特に金遣いに造形が深く、新鮮技教を発見、紹介している。また、若い頃は漢学をもっぱら学んだこともあり、受教を廃せず、漢詩をよく作ったことも知られている。門下に、清水浜海、小山田智清、本間祐希吉、小林歌儀などがいる。仙台藩江戸詰めの範囲駆動玉教とも信仰があり。 その娘ただのサネカズラの文才を評価している。著書には、花文集ことご集漢集、錦織り思想などがある。花文の才能は元より、書も素晴らしい反面、人の悪口は、うなぎよりうましなどというほど傲慢で不尊な一面があったという。晩年は、八丁堀地蔵教に住み、両隣の住人は、斉藤十郎兵衛、中田明堂だったとされる。 中野光都市、社楽、江戸人としての実像、中島治む、東州祭社楽交渉。ありがとうございます。